というか遊びの歌で「くんにょり米子節」っていうのを歌いたいと思います、はい、でこれ「くんにょり」っていうのは聞いたことある人いないですよね。奄美大島のど真ん中、東シナ海側に大和村っていうところがありまして、そこに国直という集落があります。でそこをあの方言で「くんにょり」っていうふうに発音します。で「米屋子」っていうのが「ヨネっていう、ヨネさんっていうお姉さんのこと、もう単にくんにょりのヨネお姉さんは美人だっていう、そういう内容の歌詞ですね。はい、あの噂話をお楽しく歌ってることです。では行きましょう。はい、ちょっと太鼓を使います。これ奄美の太鼓で知人って言うんですけど、これ皮は馬の皮なんです。であと 音の調子を整えるにはこういう形で締めていきます。こうこれでこう全部こうくさびになって、こうここがこれが締まるようになってるので、緩むと必ず、でこれでいわゆるお盆踊り、8月踊りっていうのは、その時にもこれを太鼓を、女性が太鼓を叩くというのが、その島の8月踊り、盆踊りのやり方なんです。で今日は8月踊りはちょっとできませんけれども、先ほど言いました「くんにょり米子節」をこれで太鼓を叩きながらやってみたいと思います。真剣に聞かないで一生懸命踊ってください人はとても美人で、男性からみんなからモテるんですけれども、ちょっと不器用なところがありまして、頭のてっぺんに髪の毛をこうシニオンに言うんですけれども、それが不器用なもんですから、このてっぺんに結ぶはずの髪の毛がこう横にどうもずれるらしいんですね。でそれをさっき、もうちょっと真ん中にできないのっていうのをみんなが囃し立ててるって、そういった内容の歌でした。